中高一貫鬼滅学園物語口でキャラ当て全11問ネタバレ注意スタートです。一の問い、誰の口でしょうか。ヒント、めちゃくちゃ喧嘩が強いらしい。答えは宇髄天元でした。二の問い、誰の口でしょうか。10秒経つとヒントが出てきます。ヒント、大の母親思い。答えは品津川さねみでした。三の問い、誰の口でしょうか。ヒント、ギャグ過去ボケ担当。答えは富岡義勇でした。四の問い、裸足で一年中半袖。答えは橋平伊之助でした。五の問い、小さすぎましたかね。鬼滅学園の卒業生。答えは胡蝶かなえでした。六の問い、音痴で芸術センスが非常に怪しい。怪しいのはだいぶソフトな言い方らしいです。かまど炭治郎でした。七の問い、吹奏楽部。答えはマコモでした。八の問い、誰の口でしょうか。炭治郎が描いた猫の絵を見てあまりの悲惨さから涙を流した。答えは姫島行明でした。九の問い、授業中に生徒を投げ飛ばしたり騎馬戦を始めてしまうことがあるらしい。答えは煉獄杏寿郎でした。10の問い、
風紀委員。答えは赤妻善逸でした。11の問いラストです。フェンシング大会での優勝経験あり。答えは胡蝶しのぶでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。